ずっと回したかったガチャをようやく見つけてきました。で、全種類出してやろうと思ったんですけど、なんかカプセルの色と中身が一致していないんですよ、どうやら。まあでも目当てのものは出たはずなんで見ていきましょう。よっと、リーフレット、わびさびコケムス形態です。で、エールさんで全6種1回200円です。ラインナップこんな感じ。これいいですよね。神社内のアイテムたちが苔むしております。苔むしている、この灯籠とか鳥居、鳥居このてっぺんのところまで苔むしちゃってる。ここまで行くのはね、相当山奥の神社ですよ。でもこの狙い目はこれ狐、狐が2種類あります。まあでもほぼ似たような感じ、まあ、狐、コマギツネですね。これは2体揃えたい。まずはこれ、エールさんおなじみのポリレジンの砕けやすいやつ、景石、景色の石だそうです。まあ、神社内に置かれた飾り用の岩です。これ中でもすごい地味なんですけども、これすごい嬉しい。こういうね、地味なアイテム欲しかったんです。岩と、もこの地面、苔なんでしょうけど普通の芝生としても見えますからね、汎用性高いと思います。どこに置いてもすごい映える。まあ結構塗装は大胆なところありますけど全然いいでしょう。お次で、これがなんかピンクにも入ってるんですよね。よっと、もう一個岩、まあ岩たくさんあっても困りませんけど、これ多分全部そうかな。よっと、岩、石か。このテープがね、必ずこうなるの。よっと、さすがにこんなにいらないかな。むしろもう石なしの苔部分だけでもいいっていう感じ。よっと、新しいの。お次は灯籠のこっちですね。灯籠の21と2の2、灯籠の2番の方です。この灯籠の形めちゃくちゃかっこいいですね。なんか見たことないな、こういうので。この上側部分と下の方をちょこっと苔むしております。この苔むし方すごいいいですよね、リアルな感じです。で、裏側ね、こうくにゅっと作ったんだなっていう感じ。やっぱこのポリレジン、この石物、石とかね、この石で作られた灯籠はやたらリアル、やたら質感がリアルです。これかっこいい。お次、よっと、鳥居です。ごつい一本一本の柱が太い、ごつい鳥居です。この石の雰囲気相変わらずすごくいいです。ほんとこの山の奥にひっそりとある神社の鳥居っていう感じ。この角角にしっかりと苔むしております。なかなか鳥居の真上を見れることってないから、実際これぐらい苔むしてるんですかね。これが SK ジャパンさんの鳥居、これがエポックさんの鳥居。やっぱこの線が太いんでちょっと偽物感はありますけど、この石の雰囲気と苔が素晴らしいです。山奥感が強い。絵で次、よっと、待望の狐ちゃんです。で、これなんか加えてるものが違うんですね。巻物と玉、これは玉です。ここに玉を加えているんですね、狐さんです。やっぱ狐さんいいな。結構ふっくらと可愛らしい感じのフォルムです。お顔もいい感じです。目が細い。この尻尾の先端とか耳の先が苔むしてるのがいいですね。なんか苔を上から垂らしたみたいなね、ドロンとした苔です。この前掛けがかなりべっとりとした赤になっております。やっぱこれはもう一体欲しいので出たはず。よっと、この黄色にもまた鳥居が入ってるんですよね。いまいちだから法則性がないのかな。よっと、でこっちにまた狐がいるんです。お、巻物狐、嬉しい。巻物加えたバージョンの狐です。まあ狐のフォルム的にはほぼ同じですかね。苔むし方がちょっと違います。よし、これでコマギツネが揃いました。やっぱり両端にキツネいいですね、より神社っぽくなってきました。で、最後オレンジ、さっき何でしたっけ、灯籠の1です。1、おお、意外とこの石以外は引きが良かったのかな。灯籠の1番です。灯籠の2番よりはシンプル、こっちの方がかなり見慣れた形ですね。
あ、この傘もなんか可愛いですね。丸っこくてキノコっぽい。というわけでわびさび苔むす境内でした。やっぱ良かったです。これはなんかもうこのアイテムがあるだけですごい山奥感、静謐な山の奥の神社感、このアイテムたちだけですごい出てますよね。まあ、ちょっとそれぞれのサイズ感がバラバラっていうのがあるんでね、どう配置していいのかっていうのはありますけども、まあ、それなりにいい感じに見えてるとは思うんで全然いいと思います。はい。で余談じゃないな、もう一つエールさんの欲しかったガチャ全種類セットで手に入れましたんで見ていきましょう。灯籠、チョコンとカエルと小鳥。そう、あの井戸、カエルと井戸ガチャのその前のガチャですね。カエルとなんとかシリーズの最初のやつなのかな。ラインナップこんな感じ。全8種1回200円、で半分カエルで半分小鳥なんです。白い小鳥この小鳥のなんだろうな、適当加減、まあ、それがいい。灯籠は今回の灯籠と同じ雰囲気、苔むしていない感じですね。小鳥ピンクで、灯籠の形も地味に全部違うっぽいんですよ。小鳥ブルー、この灯籠かっこいい。もう小鳥は雰囲気で楽しんでくださいという感じです。のカエル来た。うわー、カエル、カエルかわいい。やっぱりこのカエルかわいい。このカエルと井戸の時のカエルと同じというか、まあこの時からこのカエルでした。まあ、ただ一番の難点がこれもくっついちゃってるんですよ。取れないんですよね。だからまあ自由にカエルだけを遊ばせることはできないんですけども、いや、このカエルの独特なこのフォルム、これはとんでもなくかわいいですよね。小鳥イエロー、かなり味のあるお顔です。カエルブルー、細長い灯籠、ちょっと中華風、これもかっこいいな。カエル黄緑、これも細長い四角い灯籠。四角い灯籠って結構かっこいいですね。丸っこいのは可愛いですけど。で最後はカエルオレンジ。カエルオレンジも可愛いな。オレンジカエル、いやー、このカラフルカエル、糸カエルの時はカエル2色しかいなかったんで、このカラフルカエルもいいですね。灯籠カエル、これもぜひカエル好き、こういう日本っぽいアイテム好きの方は見逃せないでしょう。で、まあ、あくまでも背景アイテムとして見て、主役をお好きに置いたらいいと思います。エポックさんの狐の嫁入り。